よいしょ。はい、こんにちは。相変わらず、自宅でね、まあ変わりなくやってますけどもね、これはコロナが広がっていった様子を赤い丸で表したやつですね。ほんと最初はアジアの一部だったんですけどね、白人圏にどーっと広がりましたね。ね、最初はこんな感じでね、これで2月の最初ですけどね、パラパラパラみたいな感じで、この頃こう一月ぐらい報道があってあんまり広がってないから、ちょっとこの辺りの油断があるのかなって思いますよね。その白人の欧米諸国はね、でこのアジアの我々こう東アジアに住んでるものの、やっぱり体制があるんでしょうね。こう自然に抗体がある程度できてるんだと思いますけどもね、ちょっとそれで欧米諸国はあんまり怖くないと思ってかなり失敗したような気がしますけどね。はい、お疲れ様です。初中お見舞い申し上げます、ブッシュは。いただきます。今日はチキンとトーストですね。腹ペコ食事。いただきます。まあちょっとずつようやく裁判処理の作成が軌道に乗ってきたかな。これが3月の初めね。で4月、もうこのヨーロッパにね、スペインとかイタリアとかかなり厳しいことになってますよね。こっちがだからあんまり、やっぱりこれ体制の問題ですよね。政府がいい悪いとか、まあ日本なんてこうラッキー、この東アジアの国々はまあ台湾なんかうまく封じ込めてるし、まあ体制があるんですよね。5月の初めまで行くとこんな感じ。もうアメリカがここでぐーっと来ましたね。
これは6月初めで、ロシアもアメリカも南アフリカ、まあ、アメリカが一気に追い越したっていうかね。これが7月初め。インドが増えてきましたね。で、南米が大爆発。ブラジルはね。まあこうアジア人に体制が あるから最初広がらなかったっていうのを欧米諸国がちょっと勘違いした、実はあの白人権が一番危なかったんでっていうことが後で分かったっていうことですよね。まあ、この間も言ったけど、我々日本人、まあ、韓国、台湾、まあ、中国、東南アジア、まあ、似たような弱い菌にここ数年前から感染してたということでしょうね。オーストラリア、ニュージーランドが、我々その日本とのアジア圏とのつながりも旅行者も多い、白人も多いのにあまり極端に増えてないということは、やっぱりその防護策は良かったんでしょうね。
ね、最初ほんと武漢から始まってポンポンだからね。武漢、上海、日本、その3つだったからね。だから、まあ、体制があるっていうことは、武漢、今年武漢の研究所から漏れた菌という説は、まあ、ないでしょうね。もうすでに何年も前からこう行き渡ってて、まあ武漢で突然変異を起こしてこう強毒性のウイルスになったっていう可能性はありますけどもね。まあこんなの専門家が調べないと分かんないからね。あ、でもやっぱりこれ、このビール専用の、これピルスナーって言うんですけど、ピルスナー、こういうビール専用のグラスで入れると本当美味しいですね。普段もう缶で飲んでるけど、この放送の時だけこのピルスナー使うんですけど、うまい。やっぱりコクがある。なんかでもあんまりいい話題がなくて、こうやって飲んでても面白くないね。うわ、こんな面白いねってワイワイ言いながら飲みたいもんだよね、ほんとにね。クマが出たとか40度超えたとか、そんな話題ばっかり。台湾なんか、あの今年の1月の最初、お正月の頃にパッてこう対応してるから全然広がってないんだけど、これ3月初め、3ヶ月経って、つまり中国からもう情報が出て危ないよって、こう正体不明の肺炎でこう肺炎が原因で亡くなる症例がかなり出てるよと、なんか新しいあのウイルスみたいだよと、パンデミックに注意してくださいっていうような動きが中国から台湾に伝わって、台湾がもう封鎖して3ヶ月経ってこれだからね。だからこの時点でもうかなり油断したと、欧米諸国は油断したってことはよくわかりますね。あんまり大したことないんじゃないのっていうのが世界中にこの3ヶ月間で広がったと。だからあの中国の問題でしょと、でアジア圏の問題でしょと、まあだからもう行かない方がいいよぐらいの感じで広がっ、あ、確かに広がってる、危ないねと。だからもうあのうろうろ行き回らない方がいいよって思ったけど、もう遅かったと。この辺りまでにもうすでに油断してしまったと。でこの4月までの3月いっぱい、つまり3月一月間でドカーンと行っちゃったっていうのはよくわかりますよね。これが4月で、5月、6月、7月、ちょっと遅くなってますからね、うん、こうやって見るとね。これが1月、2月、3月。4月。5月。
6月。7月。ね、8月。これが1月19日、中国、これはタイ、タイやん。で、韓国、日本、これが2月初め。もうこの時に全世界にニュースは行き渡っているわけですよね。オーストラリアにももう感染は広がっている。南米にない、アフリカ大陸にない。だからここでアメリカも少しだから、もう、横浜のあのクルーズ船の中でいろいろ報道が続いてる時に結構時間があった、一月ぐらい。その時に油断が発生したんだな。で、これが3月の初めで、もう世界中に広がったと。ただそれぞれのその丸が大きくなくて、中国が一人大きいから、やっぱり中国の問題でしょと、もうこの辺りに旅行するのはやめましょうっていう、そういう感覚しか発生しなかったっていうことですよね。最終この時点で一番少ない南米、北米、アフリカ大陸が最終的にドーンとやられてるっていうことですよね。で、オーストラリア、ニュージーランドはそんなにひどくならなかった。やっぱり政治がいいんでしょうね。で、オーストラリアのあの女性の首相はものすごくいいからね。まあ日本の安倍総理はたまたま運が良かったみたいなもん。別に本人は何の能力もないんじゃないですかね。これが4月。おい、もう3月一月間で、これが4月いっぱいね。まあ、4月から今5月の初め、もうこれで歯止めが立たない。これブラジルに来ました、南米に来ましたよみたいなね。まあこの辺りはもう検査の体制が整ってないっていうことなんでしょうね。6月、まあ、今あのいろいろとこうただの風邪だとかあの
ていうのかな政府の対策が間違ってる、専門家がこっちがいいだあっちがいいだ言ってるけど、もうそのそれはあの当初から分かっている人もいるし、パンデミックっていうのは要するにその群衆心理、人々の心理のことも含めてパンデミックだから、そういう意味ではもう決定だなんてないですからね。まあやっぱりこうこうやって大雑把に世界の様子を見ると油断っていうのがこう怖いなと思いますね。でことさらこう危険性を煽り立ててもいけないけど、軽く見てもいけない、真実をちゃんと見なきゃいけないということですよね。まあ日本人アジア人、たまたまこの東アジアの人々はこのコロナに対する耐性が体の中にもうあの芽生えていたと。だからこうあの死亡率も低い、まあ、あのインフルエンザ関連死よりもコロナ関連死の方が低いと、致死率はね、まあ、それはもう明らかになってるんで、でそのコロナを予防しようとして、インフルエンザの関連死も激減してるわけですから、まあ、そういう意味ではトータルで日本においてはインフルエンザよりも怖くないとは言えるんだけども、ただその群衆心理としてね、でその群衆心理を煽り立てた報道が悪いんだっていう意見もあるけども、まあ報道っていうのはあの物事を煽り立てて稼ぐ商売だからね、報道は煽ってなんぼ、我々は煽られてなんぼの生き物だから、まあ、報道が悪いことなんて最初から分かってるんだから。で、このまだ時間あるのかな、まあコロナはただの風邪だとか言って、まあ確かに日本人にとってはインフルエンザよりも致死率が低い、ある意味特に若い人には恐ろしくない病気なのかもしれない、それはそうかもしれないけれども、例えばただの風邪であっても人にうつる可能性が分かっていて、それをこううつしたらこれは傷害罪に当たりますからね。でその人が亡くなったら傷害致死ということになりますから、それはもうあの厳に慎まなければいけない。ただの風邪であろうが何であろうが危険が分かってて、それを予知しながら、うつっても大丈夫だとね、大したことないんだから、ただ相手がただの風邪をひいてちょっと熱が出てあの治ったとしても、それはそれで傷害罪が成立しますからね。そのあたりをちゃんと理解して軽挙妄動しないように、ただの風邪だって人にうつしちゃいけないんだから、であのただの風邪だって
引くよりは引かない方がいいに決まってるんだから、ましてやどこに体の弱い人がいて、どこにこうそれを持ってそれが原因で亡くなる方がいるかもしれないんだから、あの自分自身が正しい理解をして正しい行動をする、それにつきますよね。まああのブラジルの大統領とかね、結局悲惨な結果を招いてるわけですから、罪はアメリカもね、アメリカの大統領、ブラジルの大統領、罪は大きいですよね。南アフリカが人口の割には非常に多いですね。まあ人口比率、人口比の割合でいうとブラジルがやっぱり一番ひどいんじゃないですか。こうやっぱりこのほらインドネシアなんかあの人口は割と多いんだけど、インドと比べたらね丸が小さいですよ。中国も結果的に丸が小さい。やっぱりその国の政策が大いに影響してくるっていうことは、まあこの関係を見ても明らかですね。だからあの日本の政策はたまたま偶然安倍晋三が運が良くてあまり極端に大事に至らなかっただけだけども、まあラッキーなんだけども、それほど批判に値するようなことではないと。まあ与党がやっても野党がやっても同じでしょうということはまあ言えると思いますね。たまたまだけどね、安倍晋三。やっぱりこのインド、南アフリカで、ロシアもなんであんだけ強権、強い権力を持っているプーチンがなぜ抑え込めなかったのか、ちょっと疑問ですけどもね。そういうガシッてこう行きやすいところは抑え込みやすいと思うんだけどもね。